西田アド好評だったんで、はい、西田の体で使える部分使ってビジネスにしていこうと極道じゃないもうマジで。そうですよ、西田の背中はもう今西田アドなんで、はい、次やっぱ使うとしたら、うん、西田の特徴的な部位、はい、まつげですよね。まつげね、うん、まつげはもう確かにもうグリングリンですから。でもこっからは可愛いビジネスに切り替えましょう。え、もう可愛いビジネスに行くんですか。私地下アイドルと同じです、サンタは。そういうこと。はい、うん、やっぱ今どの番組出てもまつげいじられるじゃないですか、うん、そう、やっぱ初対面の人はまつげがやっぱ変だなと思うらしいですね変だなのレベルまで行っちゃったから。違和感がね。この前も番組出させてもらって、はい、でまあいろんな DM とかいただいたんですけど、うん、アイメイクすんなボケとかしてないのにしてないのにえ、お前ごときがアイメイクしてモテようとすんなハゲとかハゲてないのに、ハゲてないのにもうハゲてないのに俺は。はあ、アイメイク全くしてないのにアイメイクしてるように見えるぐらい、見えるぐらいまつげはもう伸びてしまっているという。ちょっとだからまつげがもっとこう印象的になるように、うん、まあ、メイクしてもらって、はい、でチェキを取ります。やっぱ可愛いんで。ああ、可愛い人はやっぱチェキ取られがちだからね。でチェキ取ってそのチェキを売りさばいてもらおうかなと。え、でビジネスにしていってもらおうかな。チェキビジネスを始めるわけ。そうです、やりたいと思います。わかりました。今がこの通常時ね。これ通常時です。愛嬌で言うと今ゼロですね。そんなことねえだろ普通だわ。話しかけるのやめようかなレベルですね今のところは。ここやっぱこんなに怖い顔してんのか俺。怖いです、まつげがただまっすぐなんで今。うん、うん、こうもっと伸びてグッてクリンってして、やっぱクリンキランピアピアンっていう感じにさせてくださいなるほどね。ちょっと一回からやってみて、これあんただいぶ長いから一回気をつけてね。まつげ、あ、まつげじゃない、まぶた。あー根元すぎる、大丈夫、痛くない。あー、いいよいいよ、根元ギュッってやりながら、そうギュッギュッっていうのを先の方に向けてやっていく。そう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 、あ、めっちゃいい、あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、うまい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 、上手。どうよ、一回ね、うん、形だけ今整えましたんで、はい、そしたらですね、これを使っていきたいと思います。はい、ででん、出ました。はい、ヒロインメイクアイラッシュセラム EX。 EX がついてますね。はい、もう EX がついたらもうマジモンですよ。マジモンですよEX ついちゃえばな、全てに。これちょっとあのまつげ美容液と言いまして、はいはいはい、な、どうやらすごいのが14種類も美容成分、まつげケア成分、はいはいはい、入ってるらしくて、でこれすごいのは地肌に効くという。へえ、このまつげの生え際の部分ですね、うん、地肌をしっかり保湿できるというところで。なるほどなるほど。13種類の地肌潤い成分を配合しているっていう。毛が潤ってくるというか、毛にもいいし、もう生えてる部分の土台にもいいという。なるほどね。はい、ちょっとじゃあこいつを使ってみますか。はい、よりこれでね、張りと腰を与えてもらって、はいはいはい、ケアをしていきたいと思います。わかりました。何もしないんでしょ、あんた。それ何もしない、別に。はい、あ、これこれで、はい、こうやって塗っていけばいいの。はい、こう。どうですか。あ、でもな、やりやすいですよ。めっちゃ使いやすい。いいね。別に地肌についてもいいわけだもんね。そうそうそう、一塗りでしっかりこう、え、いいね、塗りやすいと思います。塗りやすい。あと、あんたやっぱ長いからより塗りやすそう。これやると張りと腰が出るという。この先端の部分がソフトフィットチップというそうです。ソフトフィットチップ、うん、やりやすいよね、こっちの方が。やりやすい、やりやすい。おお、はい、はいはいはい、今うるうるですね。うるうるですこうポコポコってなんていうのいいね。そう、ここのね、ポコポコっていう感じと、この、うん、ちょっとカールしてる感じ、うん、これが結構塗りやすいですね、うん、いいですね。はい、これで美容成分を与えてあげると。美容成分を与えてもらいました、うん、はい、じゃあ次はメイクの方に行きたいと思うんですけど。メイクの方ね。はい、こちらでございます。でん、でん、ヒロインメイクカールキープマスカラベースフルールバイオレット。フルールバイオレット、こちらでございます。かっこいい名前ですな。これはマスカラ下地。マスカラ下地。マスカラつける前にこれつけておくと、これ繊維入ってるんで、うん、繊維がまつげについてこう伸びるんですよ。ほうほう、はあ、なるほど。マスカラをじゃあつける前のやつってことだ、はい、そう、長時間カールが続くそうなんで、これだと。ほう、あ、これお湯と洗顔料でオフできますね。それは便利なんですか。なんかね、強力なやつだと、うん、もう本当にそれ用のリムーバーとかつけないと落ちなかったりとかするんで。はあ、もうそれ取るのも結構専用のやつがいったりするんだ。そうそうそう、んですけど、これだとね、お湯で落ちるそうなんで。ほう、洗顔料とお湯で。あ、確かにパープル、パープルですね、なんかね、うん、ちょっとじゃあこいつもつけていけばいいわけですね。はい、これで繊維をさらに増やして、もう芸能界で一番長くしましょう。はいはい、これで、あ、
本当繊維が入ってますね。こういうこと？はい、うん、さらに伸びてる、やばいね。伸びてる？うん、え、やばいね。これなんか白かったりすると、うん、なんかうまくいかないと目立ったりすんのよ。ほう。だけどこの色だといいね、自然な感じだから。なるほどね。ちょっと伸びてますよ。伸びてるね、でも確かにね。これにもまつげ美容液成分入ってるらしいですよ。あ、そうなんだ。はい、あとこれにじみにくいので。おー、すごい全然違くない？目力半端ないね。いいね、上がってるね。うん、いいね。じゃあちょっと仕上げにこの状態でマスカラもね、はい、これでこれでマスカラしたらよりいいんじゃない。あ、やっぱ伸びますね。あ、かわいい。どうよ、長っすごいな、めっちゃ長いですね。いいんじゃない。はい、はい、これでじゃあいい、ね、西田かわいいか計画、はい、できました。拍手も自然とこうなっちゃうよね。え、かわいいと。あんたいつもこうだったのに。いつももうこんなの、うん、かわいいとやっぱこんなんだっちゃう。手の胸の前でこうなるから。そう、こうなっちゃうやっぱ。うん、腹立つな。いやでもだいぶ愛嬌がすごいんじゃないですかこれ。いいね、うん、これちょっとなんかチェキを売るって話だったじゃないですか、うん、もう最低価格というか、うん、100円とかで売ろうと思ってたけど、うん、300円ぐらい出してる。誰に売れつけるんですか。これはだからやっぱその、うん、まあいろんなことを考えた結果、うん、LINE でつながってるファンの方に、うん、まあ募集をかけて、はいはいはい、でまあ枚数限定にしますか。なんで自分から格上げてんの、すごいね。いやちょっとやっぱ枚数限定にしてない。ハイブランドのやり口じゃないか。そう、いっぱい出しすぎてもダメなのよ。やっぱ、うん、30枚とか50枚とか、うん、ある程度限定された数で出していこうって決めれるぐらいの自信がついたわ。私になんか猫ちゃんみたいなのもあったのかも。あ、いいね、いいアヒル口よ。これいいんじゃない？これ外れ感がすごいな。はい、できました。はい。いいじゃんこれ。こういう感じで。うん。じゃあ1枚300円。はい。儲け。いけるかな。そしたらまあ6000円の儲け。すごい。ガチアイドルじゃん。結果報告はちょっと。ちょっとじゃあ。後日、はい、どれぐらい売れたかとか、はい、どうやって売ったか、はい、結果報告に関しては、はい、やらせてもらいますんで、はい、はい、ラインメイクさんのおかげでこんなに可愛くなりました。ありがとうございました。スキップだにゃん、スキップだにゃん。にゃんにゃん。はい、はい、ツイッターでね、あのチェキ売りますということを告知してもらうんで、わかりました。ちょっと文章をね、その文章を考えましょうか。あ、まあ、作ってもらって、はい、まあ、やっぱ可愛い文章に、そうね。それがいいよね、うん、してもらった方がいいね。文章です。はい、はい、こんな感じで、あ、写真付きで、あ、写真付きで、いい写真だね。そのなんか、そう、このこういうチェキですよっていう、いいね、こういうチェキですよっていう、チェキですよっていう写真も載せて、これでじゃあツイートしたいと思います。はい、どう、20人来るかな、来るかな、どうなんだろう。あ、来ました。え、何、 LINE がチェキ欲しいですっていう、え、 LINE、LINE 来ました。あら、30秒ぐらいで来ました。1枚売れた。売れました。あら、はい、20来ました。うー、おしまいです。おめでとうございます。速乾、速乾です。完売、完売しました。6000円売り上げた。6000の売り上げです。ものの2分ぐらいで、ものの2分ほどで6000円の売り上げ、売り上げ一旦完売しました。一旦ね、そう、完売しましたんで、じゃあさあや社長に、はい、あの喜びの報告を、そうですね、させていただければと思ってます。チェキ結果発表。今回私ですね、はい、チェキを1枚300円20枚用意いたしました。2分で完売いたしました。すごい、すごい。追加販売の声も来てます。メンチカじゃん。私は1000円出すので譲ってくださいっていう人も結構来てます。競りしてんじゃん。ですが、もう今回20枚ということで完売、完売です。200件ぐらいの、あの一応まあエントリーは来たんですけど、すごいね。先着順ということで最初に連絡来た20名に。大人気だね。はい、こちら
確かにフォロワーさんが西田のチェキ手に入らなかったって、うん、その本当のチェキ欲しいファンってツイートしてましたよ。はい、であとは本当に汚ねえ金儲け始めやがってみたいな、うん、悪口ちゃんとした。そう価値観ある方もいたんですね。よかったです。まあ、企画でやってるんでね、正常です。それがそう、うん、急に西田がねチェキを売り出したってキモいです。キモい商売始めたなって思いますけど、はい、今回、まあ、6000円のね売り上げということで、これ買ってくれた皆様にはもう今から配送しますので。配送するんだ、はい、あんたちゃんと6000稼ぐんだ。そう、ちゃんと6000稼ぎました。やっぱヒロインメイクさんのおかげでこんだけ可愛くなりましたから。確かに目元キュルンキュルンです。見てください。あ、これも可愛い。ほら目キュルンキュルン。ほんとだ、見てチェキでもわかるこのまつげの威力。私もあの日からずっとあの下地使ってる、はい、ああそうなんですか、はい、そう、あれやっぱ使っていくとね、うん、だんだんこうまつげがこう力を持ってきますから、こうなって、はい、確かにいいですわ。だから皆さんもぜひあの西田みたいなまつげにするためにもね、西田のまつげを目指してほしい。そう、西田のまつげを目指して、うん、西田目指せ西田まつげでヒロインメイクさんの領域使っていただければなと思ってます。確かにあれダブルでご活躍いただければと思います、うん、はい、ね、これでね6000円稼げるということが分かりましたのでもうこっからどんどんまたまつげビジネス、まつげビジネスやっていこうかな。わかりました。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、西田のまつげの成長、はい、ぜひ見ていただければと思います。ありがとうございました。かわいい。ルンルン。